はい、カンチャンネルです。今回はえっ、ー、とびっくりする情報がね、またちょっと入ってきました。はい、ハイラックスが生産中止になります。購入を考えている方は早めに購入した方が良さそうです。ではね、情報の方に行ってみましょう。はい。 ではねちょっとね僕んところに入ってきた衝撃的なニュースなんですけどハイラックスがね生産中止っていうような形になっておりますえっ、ー、とねもうすでにね車両のカウントダウンが始まってるような形ですねカウントダウンっていうのが全国のディーラーで残りねハイラックスの生産台数の枠をどんどん取っていくっていうようなものになってるんですよねなのでだんだんこう台数が減ってっていうような形になってますなのでねその売れ行きによってねいつまでね販売してるっていう期間は変わってくるとは思うんですけど確 別にね、一台一台、ね、なくなってるので今ね購入検討を考えてる人は多分早めにね購入した方が良さそうですとなぜね、えー、生産中止になるかっていう情報なんですけどここがね一応ねメーカーの方でも今ね今後の動向が未定になってます。っていうのも えともしかしたらフルモデルチェンジがあるのかとかマイナーチェンジだったりだとか可能性としてはねこちらねメーカーの方でも今未定になってるので少し気になるところではあるんですけど正直ねまたフルモデルチェンジがあればいいなって思っております。 仮にね、えっ、ー、と、フルモデルチェンジがあったとしても、多分ね、おそらく今年中には販売しないんじゃないかなって思っております。結構ね、ハイラックスって、 グローバルルモデルで世界各地の仕様に合わせて作ってて作っいろんな、ね、国で販売されてるんですけどやっぱりね海外の方が需要が大きいので先に海外の方でフルモデルチェンジマイナーチェンジしたやつが日本に入ってくるっていうような、ね、今までの流れになっております今のところ海外では動向ないのでだいぶね先になってくるんじゃないかなって個人的には思っております。国内販売が終了すする場合についいいてて、ね、ちょっと話していきたいんですけど えっとハイラックスもね日本に導入されてだいたいもう6年じゃ期間7年ぐらい経つんですよねはいなのでもしかしたらね国内で販売打ち切る可能性も正直あるんじゃないかなと思っておりますえっ、ー、とねメーカーの当初予定してたね えと販売台数よりはどんどん好調で年々ね売り上げも伸びてるってことだったんですけど新しくねえと250の登場とか今結構ね需要がやっぱりねハイラックスよりも他の4クルえとランクル系統の方がねやっぱり人気があるみたいで品薄でね入りづらいっていうのもあるんですけど中でもねハイラックスはまあ今後販売の方終わる可能性もあるんじゃないかなって思っております。仮に終わる場場合なんですけど多分ね中古車市場って めめちゃめちゃゃハイラックス上がると思うんですよ三菱の、ね、トライトンもあるんですけど、えっと、若い世代が手が出しやすいのってやっぱハイラックスの方なんじゃないかなって個人的には思っていて、はい、より安い、ね、中古のハイラックスの市場が多分結構ね活性化してくるんじゃないかなって個人的には思っております。 なのでえっ、ー、と多分ね新車でね今もし買えるんであれば中古よりも新車で買うっていうのもね一つのね手段なんじゃないかなと思います多分あと一月ぐらいするともう多分ね台数もうほぼほぼなくなってくると思うので購入考えてる方はねもう多分来週ぐらいにでも行 でディーラーさんの、ね、詳しい在庫の情報っていうのをね多分伺った方がいいんじゃないかなと思っておりますまあ国内販売終了するっていうのもねちょっと寂しい話なんですけど十分ありえる話なんじゃないかなって思っております。えー、と特別使用車のレボロッコってあると思うんですけどレボロッコに関してはおそらくね、えー、と今回の中止に合わせて多分ねもう廃盤になるモデルだと思いますので特に特別使用車が欲しい方は多分急いだ方がいいかと思います。 今回のね、生産中止っていう話だと、おそらくね、えっ、ー、と、何か今後、大きなことがね、あるんじゃないかなって個人的に思ってますので、今後ね、えっ、ー、と、ハイラックスのその新車販売の動向にも、えっ、ー、と、動画の方をね、出していこうかなと思います。えー、この動画がいいなと思った方、高評価、あと、チャンネル登録してない方、チャンネル登録していただけると嬉しいです。では、ガンチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。